え、空中栽培ですか？はい、ということで今回もプレイしていきたいと思います。んで、まあ、今回は前回の続きではないんやけども、まあ、今回は軽くちょっと近道じゃないわ、寄り道をしてみようと思って、陸上ライドのモンスターの中で、まあ、一番速いモンスターが手に入るっていうのを聞いたので、ちょっとそれを捕まえてこようかなと。もうね、場所もだいたい聞いたから、方向音痴の私でもきっと行けるであろう。よし。この空中ライドのモンスターはね、空中ではすごく、お、ヘルコンドルが寝ている。いいよね、なんかああいうの。結構さ、フィールド上におるモンスターとか、なんか自由気ままに行動しよりやん。やけんね、なんか、どこだ？あの、暴れ牛鳥がさ、ん？上？ちげえな。暴れ牛鳥が、あ、あっちに。ヘルコンドルにさらわれたりとかさ、あのビッグハットが親子連れでさ、ゾロゾロ行列作って歩き寄ったりとか、そういう行動がなんか可愛くってね、思わず見てしまう時が。古びた遺跡がある。持っている静寂の天動石が遺跡に反応して光り始めた。これ遺跡なんや。柱が一個しかないけど。マスターズロードについて情報を受信しました。マスターズロードは、ライド技術を訓練するモンスターマスターのための設備です。教習所的な感じかな。マスターズロードは静寂の天動石を使うことで起動ができます。星4ランクのマスターズロードを静寂の天動石を使って起動しますか？ほい。アイナは遺跡に静寂の天動石を使った。いいね、なんかライドモンスターの教習所って面白いね。設定が。お、なんか、いっぱいパネルが。しかも超くるくる回るんやけど、何どうやって行くのあれ。めっちゃ燃えよるしさ、トラップだらけ。なんかちょっと、お？え、バイクじゃないこれ。お？え？え？モンスター？あれ？お、321。え、これ時間制限とかある感じですか？いや、別に何も出てないよね。おー、ひっくり返るよ。おー、危ない。危ないんかな？ちょっとその辺もよくわからんけど。ほら、超くるくる回りよる。お、原骨だけ手に入れた。え、空中で？え、空中栽培ですか？そんなもんあるんか知らんけどさ。なんかちょっとしたマリオみたいやね。面白い。苦手やけど。ここも、燃える？あ、燃える。燃えるって言いながら進んでいくやつ。え、これやば。え、やばい？あ、大丈夫だ。大丈夫だ、全然。余裕。あ、オニオン落ちてったよ。あ、私にぶつかってこようとして落ちてったけど大丈夫だろうか。お、ビッグハット。ビッグハットはいいんやけど、ここも燃えるのか、やっぱり。あ、待って、今ビッグハット落ちてったよね。大丈夫？人の心配をしている場合ではない。そして、あー、ちょっと待って、もうちょっと。おっしゃー。てか、あっこ敵ぶつからんかったね。よかった。めっちゃいっぱいぎゅうぎゅうにおったけんさ、さすがにぶつかるかなと思ったんやけど。みんなうまい具合に。お、これゴール？イエーイ。ほら。中に、なんだなんだ？フィニッシュ。中にバイクが。え、これでもうゲット？強大な力を持つモンスター、ゴールキーパーの存在を確認しました。ゴールキーパーと戦い、勝利すれば仲間にすることができるようです。あ、スカウトとかいらんのや。てか、ゴールキーパーって。さっきのマークもそうやけどさ、ゴールキーパーレジアクセルと戦いますか？え？レジアクセル、ん？ゴールキーパー、レジアクセル。どっちが名前？レジアクセル？ゴールキーパーっていう設定なだけかな。え、待って。周りのビッグハット強くね？え、ビッグハット強くない？ 300 とかダメージ来るんやけど、こっち。やばいよね。え、やっぱり地上のビッグハットと、空高くいるビッグハットは違うんすか？何か。なんかちょっと特殊な能力を身につけてるってことかな。ねえ、じゃないとこんな天空におらんよね。そしてゴールキーパーっていうのはただの設定かな。名前はレジアクセルの方。いいね、あれ。え、なんかさ、あれじゃない？仮面ライダーファイズに出てくるさ、オートバジンみたいな感じ。ね、あの、バイクの時がさ、めっちゃかっこよくない？あれ。いいやん。
今までずっと私は、まあ、陸上ライド、最初の頃いっぱい変えよったけど、基本的に固定でキラーパンサーでね、もうずっとやってきたけど、これは、乗り換えるかな。まあね、キラーパンサーが好きっていうのもあったけど、やっぱり、使い勝手が一番良かったし、スピードもあってジャンプ力もあるっていうので、ずっと来たけん。バイクが手に入るんならバイクがいいよね、やっぱり。バイクが手に入るなんてもう、物扱いやけど。まあ、モンスターね。すごいな、完璧にバイクじゃないか。そのバイクの形で攻撃してきてもね、なんか事故だよ、事故。結構体力があるってことかな。なんか攻撃力的にはそうでもない気がするんやけど。ね。絶対こっちの方が強いやろ。しかも周りのビッグハットもやっつけたし。ね、意外と強くてびっくりしたビッグハット。ん？びっくり、ビッグハット、シャレじゃないよ。ちょっと今自分で言ってさ、後から気づいたけど。いけいけい。お、行った。まあ、あれやね、なんか、モンスター型になっとるときはキラーマジンガ的な、お、ブラックゴーレムが星になった。ブラックゴーレムが星になった、レベルがね。まるでちょっと、ね、お亡くなりになったかのような。おめでとうございます。マスターズロード完全クリアです。お、やった。完全クリアを記念して、先ほど倒したレジアクセルが仲間になります。レジアクセルが仲間になった。イエーイ。お、レジ。もうなんか別の意味になってしまう。オッケー、レジアクセル。じゃあこれで。オッケー。以上で今回のマスターズロードは終了いたしますが、一度クリアしたマスターズロードに再挑戦することも可能です。何それ、2体目手に入るんかな。ではお疲れ様でした。アイナはマスターズロードの入り口へと飛ばされた。おお、強制的に草原の周波者、草原の試練を乗り越えた者に送られる称号。ほう、びっくりした。何のびっくりマークかと思った。え、これはどうやって帰ればよろしいの。この辺適当に、あ、あっちの方向降りていけるやん。へえ、かっくーかっくー。シュー。で、こっちの方降りて、一旦、ね、乗ってみよう。なに？ピコーン。ホイップゴースト来たよ。まあ私は飛び立つけどね。え、でもホイップゴーストも飛べるんじゃないの？どうなの？そこんとこ。よいしょ。みんな寝てらっしゃるね。平和だわ。よし、ってことで、ライドモンスター。ライドモンスターで、まあ、陸上よね。一番最後、おったおった。はい、レジアクセルをちょっと、これで、オッケー。あ、すごい。え、すごい。うわ。うわ、すごい。かっこいいね。え、てか完璧にバイクやん。ほら、やばくないっすか。キキー。チュー、キキー。あ、やばい。かっこいい。はい。ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。すごいね。もう本当にモンスターっていうか完璧に、乗り物なんだけど。